この漫画が熱い、うん、今回のテーマは愛すべきおじさんキャラ選手権です。<う>ということで、漫画に登場するなんか憎めないおじさんキャラ。はい、好きですよね、おじさんね。おじさん好きです、うんうん。でも、このなんか憎めないっていうところが。うん、私、おじさん、割と、まっすぐ愛してしまう感じがあるので、うん。あ、なるほどね。そうなんですよ、なんか憎めないって言われた時に、どれ、うん、をあげればいいんだろうと思って、うん。なんか憎めない、でも、好きなおじさんでいいんじゃないですか。うん、いいんですかね、そう。私、あの。 逆漫画ビオリに出てくるペリー。はあ、あのど,どういう人ですかあ？あのほらクドフネでやってきたペリーいるじゃないですか。ああね、ああこのペリーがなんかやっぱ最初に出てきたんですよ。なんか憎めない。そうこの、うん、本当にあの一巻の一話目に出てくるんぞこのペリー。このペリーさんは。 もうまあ、あの歴史上の,、ね、あのすごい人物なんですけど、うん、あのこの漫画の中ではなんか割となんでしょう舐められキャラっていうか全員になめられてある黒船で行こうって言ったのに白船で来ちゃってなんか,かっこつかないから。あの 絵描けって言うんだけど顔からしいたけが生えてる絵みたいなの描かれちゃってすごいもうなんかずっといじられてるんですよねちゃんと怒られても大丈夫って思われちゃってそうなので怒んないしそうそうそうでなんかあの隙があれば娘からお金をせびられるなめられてんなそう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 いやでもなんか もうね、私も三十半ばになって、うん、なんかどういう大人に本当なりたかったんだろうって考えた時にはい、はい、やっぱりなめられるってすごく大事なことなんだなって、うんまあね、めちゃくちゃ思うんですよねだって誰、うどういう大人と接してる時に心地がいいかって言ったらなめさせてくれる人って本当にいいんですよね,、えっと、ね声優界でいうと下野宏さんとか。うん、あー下野さんね まあ優しいし、しいちょっとまあねキャラクター的にもヘタレキャラみたいにやるの多いし、あの感じなんだよね。あの感じ。あと波川大輔さんとか。波川さんすごいよ。すご川さんすごい。なんか社長やられてるじゃないですか。<laughs> はい、ああいう人が社長になれるんだなって思うよね。ああまあそう。なんかこう、うん、人たらしかもあるんですよね。 いろんな人とコミュニケーション取るしなんか後輩から何言われても本当何も起こらないし、うん、そうヘラヘラしてってねそう,そう,そう、うん、でもちゃんとなんていうの、うん、あのあ怒ったふりしてくれるんだよねあそうそうそうですねわ <laughs> かる <laughs> ああいう大人がやっぱりいいなって今になって思いますね一番そういう人が余裕あるよねそうなんです余裕だよね,、うん、ね大人の余裕、うん、だからいや私はどうしてもカッコつけちゃうんですよね そうだよねなんかあの三四郎のさなんかラジオのナレーションかなんか呼ばれた時もかすぎちゃったんなんか一流声優ですみたいな感じだったのにそうそうもう相田さんがそのそのナレーションブースにいらしてたから見学にねそうだからいいとこ見せなきゃと思ってそうそれがな仕事きっちりやれば他はいいんだから。 そうなんですよ。ね。でなんかすっごい聞いてる子さんアピールしちゃって、あの気持ち悪い本当に。痛い痛いよね。痛い。嫌い。そんな自分嫌い。そんな自分大嫌い。素直に言えばいいのに。いや。え、岩井さんどうですか。俺も全然舐めさせられてないと思う。全然。なかなか岩井さんを舐めてくる後輩いないですよね。そんなやっぱ無理無理ですよね。 なめるなって感じ出しちゃってると思うんですけどんかいやそんな全然いいよって全然なんか別にそんな俺怒んないしって言ってもあの結局怒るし結局やっぱ全然俺そんな前らが思ってるほど全然そんな怒るようなやつじゃないよそんななんか気難しいやつみたいに言わないでよって言ってても怒るから根に持っちゃうそう 怒ってるんか言わないようにしなきゃって思ってるだけでなんでその言い方とかなんで俺の方が先輩だぞって思っちゃってるしね。それね小さいよねとか言ってるけどいやとはいえそっちがあれだろうって思ってる。 うん、とはいえ後輩がもうダメだ、もメだ悪いだろうって思っちゃってるしね。<laughs> ああなんですかね。どこからやっぱりそういう余裕は生まれてくるんですか、ね。なんだろうね。いや難しいよね。そう、そういう大人になりたいなと思うんですけどね。どっちもいいけどね。なんてその。うん それで突き進んでる人はいいけどね。はい、なんかその舐められないよいうな、うん。あそ高の存在の人。格好つける美学みたいなものですね。そう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 。それもそれでやっぱ尊敬しちゃうし、うん、いいないいなと思うんですけどね。どっちが生きやすそうかって言ったら絶対舐められた方がいいんだよな、うん。花澤さんってどうなの？後輩から。なんかいや一回ショックだったんですよ。うん、あの古力。 そのなんか待合室みたいなとこ入って、うん、私が一番年上のとこで、うん、で行ったら、うん、その私が一番最初に着いちゃったんで、うん、座ってたら、うん、みんな後輩たちが私の机じゃないとこに座ってくださいって。 ど <laughs> どんどんなんかっないやびっくりして <laughs> あそっか私一人でいたらやっぱ怖いんだと思って俺声優さんの中での花澤さん立ち位置分かんないんだよね、はい、あんまりねそうですまあでも,、うん、もうその時は割とレギュラー始まりの方だったので,<ー>で会ったことない方ばっかりだったから、うん、あれだからもうだからそこから私は頑張ったんですよ、うん、このままじゃいけないと思って。うん めちゃくちゃ話しかけ、そうそうで、あのあすごい話せるようになったって思ったら、なんかアフレコ終わった後にそのイベントでみんなで集合して、なんかあみんなで会ったりしてんのみたいな、私がちょっと回しで、そうそうトーク振ったら、なんかすごい気まずそうに、山田さんが入ってないグループラインが出てる。悲しい、やられてんじゃん。なんでそんなことすんだろうね。 <laughs> 聞けなかったんですって私にラインをうわもうじゃあ関係性が出来上がってなかったんじゃん <laughs> そうなんですけでした花澤さんの一方通行だ,だそうなんですよ私だけが悲しい <laughs> <laughs> うわそうなんですだからもう今も一生懸命話しかけ続けてますいろんな現場で俺でも一回だけ昔ね後輩に、はい、なんか もしかしたらなんかちょっと俺きつく見られてるかもしれないと思って後輩にねうん、うん、近寄りがたい存在に思われちゃってるかもなって思って一番仲いい後輩に確認したの、うん、なんとなくねあなんか俺ってさ後輩の中でどういう感じなのってんかちょっとやっぱ面倒くさいみたいな感じになっちゃってるのかなって言ったらいや もうそ,のそんな何とも思われてないと思いますよって言われてれマジでムカついた <laughs> いや,いやその後輩さんもすごい気遣使ったと思いますよ何,がせな何て言ってあげたらいいんだろうってそんなやつじゃないなんかそういう気遣使えるやつじゃない気遣わない知ってることズバッと言うやつだからじゃあ本当になんとも思われてないと思うけどな <laughs> 見逃し配信は t v e r ー b e m で チャンネル登録もお願いします